小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきです。こんにちは、みゆきちです。みよなゆ TV の時間がやってまいりましたね。やってまいりました。ええ。っていうか、今日は珍しく、さっきお土産いただいちゃいましたけど、うちに来るのにね、お土産持ってきてくれるの珍しいんですけどね。珍しくないじゃん、いつもで持ってきてる。どこ行ってきたの？昭和記念公園。近場じゃないですか。あのね、これね、ちょっと立川から行かないでね、西立川から。あ、はい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 。出てみてね。うん、で、あのね、意外にね、こう、開けてきてるので、あそこは確か元あの、立川基地かなんかの、そうですね。あの、後で返還されたところが、公園になったずらっていう、はい、そういうところですよね。一部は公園なんですが、あの、敷地が広大なんでね。で、まだそう、自衛隊の基地になったまま残ってるところもありますもんね。それから、そのままね、抜けていくと、立ち日、それから高松町の方のね、うん、で、モノレールが通ってっていう、はいはい。はいはい。結構じゃあもう公園の中ぐるっと歩くだけでいいお散歩？そうですね。あとは、やっぱりね、観光庁が、非常にその、裁判所であるとかね。でも、昭和記念公園、西立川ですよね。そうですね。歩いてですね、まあ、ちょっとした、ウォーキング、おー、いいじゃないですか。ね、はいはい。で、まあ、あと春の季節は花見とかね。まあ、いろいろあるんだけど、楽しみいっぱいですね。まあ、この季節なんでね、どういう動画になるか、ちょっとね、最後までね、ご覧いただければと思うんですが。昭和記念公園の紹介ではないんだよね。そう、発車メロディーで気がついちゃったんだよね。そうそうそう。だからね、ちょっとそういう、いつもとね、違った感覚視点からね。そうですね。今回はスタートということで。はい。はい、みよきちがね、いろいろ気づいちゃったんですよ。昭和記念公園ってそういえば、雨のステーションってユーミンの名曲がこう、発車メロディーになってるよね、ぐらいのところから始まって、あの駅の周りは、昭和記念公園以外にもこう空いてる敷地が多いよねっていうところから始まって、いろいろ気がついたということで、私もちょっと調べに行ってみましたので、意外とね、発見があったんだよ。そう。うん。なので、ちょっとじゃあ、今回はさ、なぜかさ、別行動というか、後でなんか、マッチングとか合っちゃったよねっていう。そうそうそう。そういうことなんですよ。お前もかみたいなね。そうそう、そういうことなんですよ。うん。なので、こう、みよきちはね、私と違って普通の人ですから、昭和記念公園に観光に行くのに、西立川の駅を利用したら、発車メロディーがこうだったね、とかこう、あれなんか怪しげな空き地があるよね、とかこう、気がついたけれども、そこはこう無視して、まあ、まず観光観光って言って、飲んだくれてただけなんです。いや、無視はしてないでしょ。昭和記念公園に、みよきちが行ったら、飲んだくれるかどうか検証しますって感じですよね。まあ、アフターはアフターでね。で、私は、もともとあのあたりなんかありそうだなって言ってうろついてたと。それがたまたま重なっちゃったっていう、そんな動画です。では、早速本編の方に行ってみましょう。VTR、スタートはい。何やらいつも通りのわちゃわちゃした掛け合い。やってきたのは、青梅線西立川駅です。今回はですね、私目線で見たこの西立川界隈を紹介したいと思います。で、みよきちがね、行ってきた昭和記念公園、こちらの玄関口にふさわしい広いホームです。青梅線でこれだけホームが広いところって他にないんじゃないかな。そしてその突端、突端の部分からぐるっと青梅方面行きのホームを見渡すと、何やら一本線路が通っていますね。これが中央線からやってくる列車を青梅線に入れるための短絡線です。中央線のホーム立川駅を出発した列車はこの短絡線を通って西立川駅に入ってくるんですね。ホームについていない線路は貨物列車や臨時列車なんかが通るときに使用します。
ちょうど立川方面から列車がやってきました。はい、ホームの外側、もう一本線路が通っているのがはっきりわかるショットですね。立川方面に向かう線路を見てみましょう。線路一本なんですけれども、空いた用地、そして塀の向こうに怪しげな空き地が見えますね。はい、これが立川基地への専用線の跡、引き込み線の跡と言った方がいいでしょうか。それを活用して保線車両の留置線が設けられているんですが、今日はいません。大目方を見ると、ほら、雰囲気満点でしょ。ここから何かが引き込まれていたんだなっていうのが手に取るように分かってきます。駅を降りてみましょう。静かですね。平日はこじんまりとしたこんな感じの雰囲気です。駅前に薬局が1軒あります。そして以前コンビニだったところ、ここに久しぶりにセブンイレブンがオープンしています。駅近隣のコンビニエンスストアはここだけなので、この辺りを散策するときには食料や飲み物はここで調達しておきましょう。それでは歩いていきます。渡り線です。貨物列車や臨時列車が短絡線に進出するための線路ですね。そしてその先、この部分ですね、消防署のちょっと先、ほらご覧ください。ここはね、かつての引き込み線の入り口や米軍のホームがあったなんて言われてる場所です。モーターカーの留置線の横から引き込まれていく線路の様子がよくわかります。踏切ですね。あ、ちょうど電車がやってきました。この辺りの踏切もですね、2箇所あるんですけれども、2箇所ともそれとわかる名前がついています。航空支所西門、いかにもっていう感じですね。そしてご覧ください、斜めに突っ込んでいく線路跡の雰囲気満点です。でどうやらここはですね、貸し付けされているみたいで、このモーターカーの留置線の部分、貸し付け表を見ることができました。先ほどの改札口から反対側、昭和記念公園側に降りてみました。はい、こちらが昭和記念公園の敷地。そしてカメラを動かしまして、こちらが線路跡です。どうやら引き込み線の跡は、そのほとんどが駐車場として転用され、再活用されているみたいですね。駐車場になっていないところも線路は撤去されておりまして、草ぼうぼう、その姿を伺い知ることは難しいようです。ついぞ線路沿いに進みますと、消防署がありました。先ほどの渡り線の反対側に当たるところでしょうか。近代的な消防署なんでね、最近新しくできたんじゃないのかななんて思います。昭島市ってね、意外とこう消防署が多いので、心強いですね。そして駐車場の中、ブロック塀にはまるで基地のゲートがここにありましたよっていう門柱の跡のようなものを垣間見ることもできました。草の中に埋もれた何やら残骸です。線路跡ってこの辺にあるのかなと思って歩いていたら、ご覧ください、この藪の中に伸びているの、はい、明らかに、撤去された線路を置いてあるのか、そのまま残ってるのかはわかりませんが、駐車場として整地されている横、それらしいものが残っていましたよ。もう草むらのヒーローといった感じなんでしょうか。明らかに線路、レールが残っていました。結構な長い距離残っていましたのでね。営業列車と一緒にこう映し込んでみたんですが、これはどうなんでしょうね。実際当時のものがそのまま撤去されずに残っているのか、撤去されたものがここに集められてのぞみになっているのか、その様子は意外とこう草深いのでね、
詳しく見ることができなかったんでなんですが、別のアングルから見るとこんな感じですと言ってるうちに日差しも傾いてまいりました。あ、冒頭で紹介した短絡線を通ってやってきた青梅行きの電車、寒くなってきたんでね、そろそろ帰りたいと思います。皆さんも昭和記念公園なんかにね来られたついでに、この西立川駅に降りられたら、こんな遺構ちょっと探してみるのも面白いんじゃないでしょうか。なゆきちでした。いや、意外と見つかりましたね。いやいやいや、まさかこんな展開になるとはね。まあでもね、本当にあれですよ、昔こう先輩方のいわゆるトワイライターとかスポッターって言われる方が、うん、行ってみておーって見つけたものは同じものを見ることはできませんでしたけど、まあまあこういう場所なんだねっていうのは見れましたよね。ちょっと面白かった。まあ青梅線界隈ってね、意外に最近脚光を浴びてるよね、いろんなところが、うん、何気にこういろんな施設の跡とか、うん、いろんな線路跡とかがちょこまかちょこまか伸びててね。そういえば青梅千ヶ瀬店ってその名の通り住所千ヶ瀬じゃないですか。はい、うん、青梅線から分岐する線路で千ヶ瀬川原線っていう線路跡があって、うん、あとはね、なんかね、馬車鉄道とかね、なんかいろいろあるらあったらしいよ。あ、でも馬車鉄道とか軽便ってどっちかっていうと南洋物産の佐藤社長の領分じゃないですか。そうなので、その辺は今度ね、佐藤社長の今日南洋日のコーナーでぜひネタ仕入れてきてくださいっていうんでお願いしてみます。多分ね、熱く語ってくれるよ。そう尺が足りなくなるぐらいね。そう8日の日のイベントの時にちょっとこう一杯飲みながら相談してみましょう。あ、いいですね。はい。はい、まあそんなわけで今回は、はい、西立川の駅の周りのまあ界隈というかね、いろいろな遺構を私の独断と偏見で紹介させていただきました。結局飲まれたわ。じゃあその代わりまたいつかね、この動画の中で三代吉の昭和記念公園お散歩日記。はい、うん、これやりましょう。ということでですね、今週も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でもうん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。